こちらいらっしゃったんですか。はい、走り渡ってきて大丈夫ですか。はい、すいません、お願いします。はい、ちょっとこんな大々的にご紹介されたことがないので、すごいですね。お越しいただきました。はい、ありがとうございます。皆さん、ずっと残っていただいて。どうですか、こんなにたくさんのお客様集まってくれましたよ。すごいですね。きっとふなっしーも喜ぶかと、もうバリバリ視界に入ってくる。そうですね。はい、どっち見て喋ればいいんでしょうね、これ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、来た。それでは、アヒルもね、今、バタバタ歩いてますので、はい、そろそろお呼びしましょうか。はい。はい、それではですね、ぜひ、会場の皆さんも、もう登場してますけどね。はい。じゃあ皆さん、一斉ので呼びましょう。いきますよ。一斉の、ふなっしでしょうか。なんとね、今ひつぎさんと戯れております。もうさっきもね、ひつぎさんと戯れて、まだまだひつぎと戯れ足りないんでしょうか。ふなっしーさんやっていました。すごいですね、戯れるというか、ふなっしーから逃げてる感じがしましたけども、ね、見てください、あのひつぎの顔。なんだあいつは、なんでこんなとこにいるんだみたいな顔してますね。ふなっしーのか、食べ物なのか、敵なのか。ジンギスカン大好きなんですかね。そうなんですよね。昨年もこちらでジンギスカンをという話は終わっております。さあ、そして皆さんがようやく秋の都市会場の方まで入ってきました。ではね、足元気をつけて走り登ってくださいね。はい、よっこりしょ。はい、来ました、来ました、来ました。見えますでしょうか、皆さん。ね、会場の外でご覧になっているので大変申し訳ございませんが、さあ、今一番この会場で高いところに浦島さんがやってきてくれました。360度お友達がいるので、あの、ふなっしーに被らないようにと思うと、ちょっとどこ行かせるのか。下がってないんですけど、ね、まずはね、会場の、山の上売店側のお客様、リエフラッキーさん、どうなりますというところで、それでは、そろそろ中心の方に来てもらいましょうかね。大丈夫でしょうか。ちょっとあのマフラーを踏みそうだから先に結ばせて。そうですね、ちょっとね、可愛らしいマフラーちょっと下に垂れ下がってますので、こちら、こちら秋の坊更新会場、足元でこぼこしてますのでね。はい、ゆっくりと。はい、ようやく秋の坊更新会場の真ん中の方で到着しました。ありがとうございます。さあ、皆様の前まで来させていただきました。はい、足行っちゃったよ。どうしたの、僕たちはどこに立っているわけでしょうか。さあ、今からどういう感じになるんでしょうか。じゃあまずはですね、アヒルさんとフラッシーさん、実はですね、去年もあったんですよね。あ、フラッシー、はい、アヒルがびっくりするフラッシーさんとか。はい、実はですね、去年もこちらの会場でフラッシーさんにアヒルさんと遊んでもらう。実はですね、こちらのアヒルの大行進は皆様にベルを鳴らしていただいて、アヒルさんを近くに呼ぶというコーナーがあります。それでフラッシーさんも挑戦していただきましたが、結果はどうでしたっけ。あ、全然ね、アヒルやってこなかったしな。全然アヒルが来なかったんです。アヒル寄ってこなくて、はい、ガッサーッと巻いて、シャキシャキにするらしい。そんなこと言っちゃうとまたアヒルさんできちゃいますよ。あ、だめだし。今日はね、去年のリベンジということで再び呼んでくれました、マシさん。あ、嬉しい。はい、ありがとうございます。さあ、そんなアヒルたちなんですけども、さあ、ずいぶん遠くにいますね。去年より距離があるんじゃないでしょうか。あ、去年は出ても遅れなかったんですよ。さあ、今日は出てるので大丈夫なんじゃないでしょうかね。さあ、あちらにアヒルたちがいます。それでは、ふなっしーさんと一緒にアヒルを呼びましょうか。ふなっしーさん、ベルは持てますでしょうかね。持てますか。持てますか。じゃあね、今日は僕も一緒に鳴らしましょう。じゃあ一緒にベルを鳴らしましょう。はい、ベル、こちらね。じゃあ、もう少しこっちの方で呼んでもらいましょうかね。こちらのお客様にも言えるように。はい、こちらでお願いします。
ちょっとそれによって距離がどん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 離れていきましたけれども、今年は成功するでしょうか。まあ、もしかしたらこの中に去年のね、ファンユーのこのチャレンジをご覧になった方もいらっしゃるかもしれません。今年はどうなるんでしょうか。頑張っていきましょう。さあ、販売ができたところで皆様カメラの準備よろしいですか。それではいきますよ。それでは一応3、2、1で一緒に見るの2周目をしましょう。3、2、1、アキさんおいでー。おめでとう、アキたちが、わーすごい、めっちゃかわいい。さあ、出るの場所までやってきた。さあ、もう少し見合わせちゃった。え、そこで失職するの、戻ったのよ。さあ、アキたち、フラッシュの距離やりやりやってみたら、ヒーローが一目さんにお姉さんの方に逃げていきました。あ、でも後ろにちょっと残っている。後ろにいたアヒルは行き場を失っています。さあ、こんなアヒルたち、それではね、お兄さんの後ろにも、いや、こんなところに隠れてるアヒルがいてね。すごい。まあ、今年は成功したということで、あっちに行っちゃったよ。ありがとうございます。まあ、でもなんか呼んでる時よりも逃げる時の方が早かったですよね。すごかったですね。はい、でも本当昨年こういう光景すら見られないというふうに聞いてますので、はい、今回はもうバッチリでしたね。仲直りできたんでしょうかね、アヒルと皆さんもね。でもせっかく寄せてくれたのになんかちょっと最後また怪しかったですけども。じゃあちょうどね、ひなっちさん周りをねお客様と、一緒にしているので、はい、アヒルさんも一緒にね、ひなっちさんと一緒にぐるっと回りましょうか。はい、皆さんサッカーチャンスです。なかなかこのふなっし&アヒルのツーショット撮れないと思いますからね、ぜひアヒルが逃げる前に皆さんたくさん写真動画撮ってみてください。はい、私たちなんかね、スキシップとしてお散歩している間に、はい、アヒルのお話でもしましょうか。はい、実はこのアヒルの愛好心で、はい、アヒルの豆知識をご紹介するコーナーがあるんです。おそこでですね、はい、アヒルの男の子と女の子の見分け方を紹介しております。ちなみに、はい、カイさん、わかりますか、どこで区別してると思います。いやー、見た目ってことですか。見た目でわかるところか。もう私見えてます今。遠くからだとちょっと見づらい場合もありますけど、そうですね、わかりやすい子はもう、あ、わかります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 よ。何が押したんですか、わかってる。わかります。いやー、もう色の違いしかわからないですね。今ちょっと何が違う子がいますけど。ちなみに、あの2は色が違う鳥はですね、アイガモっていう鳥なんですよ。あ、アヒルじゃない。ではなくて、アイガモも実はね、このアヒルの内向心参加してるんですね。仲良くできるんですね。はい、そうですね、でも実はアヒルの中がサボり癖があるんですよ。あれ、はい、一緒に歩かない、歩くと言いましょう。どこか羽休めていろんなところに自由に歩いて行ってしまうことがありますね。周りがアヒルの場所に終わった時にはいないなんてことでもあります。でもちょっと結構距離あるよね。秋の子もね、さっきから一応いますけども。そうですね、基本的にアヒルさんのんびりしてるんですよ。そう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 。実はあちらのアシスタントのお姉さんはバックス、そしてベルを使って相手さんにご飯の合図を出して大更新してるんですね。なるほど、見えてるんですけど怖いのかな、アヒルたち。しかし追いかけるなし。さあ、追いかけるアヒルどうする、逃げる。すごいですね、完全に僕たちは豪華をしてる感じですけど、すごい、いや、来るよってブルーって結構大変だけど、はい、お話に戻りますけども、あそこまで上げた、あそこまで来た。せっかくなんでお客様にも聞いてみましょうか。おさとですの、手術の仕方知ってるよって方いらっしゃいますか。あ、おや、間違いそう、わからないのか、それとも、まだ僕の話を聞いてないのかわからないですか。あまりは分かっていらっしゃいますね。そう、気になってるかもしれない。はぁって、ちょっとね、3択クイズにしていきたいと思います。はい、じゃあまず1つ目、くちばしの色で見分ける。くちばしの色で見分ける。はい、そして2つ目、足の色で見分ける。はい、足の色で見分ける。薄い色、濃い色、なかなかね、個性豊かな足の色ですね。3つ目、尻尾の形で見分ける。アヒルといえばね、こんな丸太やシードを落ちてる。尻尾の形で見分ける。さあ、1、2、3、皆さんで聞いてみましょうかね。はい、
はい、それでは1番、くちばしの色で男の子と女の子を見分けたよっていうのを見る方、サッカーさん、こっちはどうやって分けてくださってますね。なるほど、なるほど。そうなんですね。2番目、足の色で見分ける、足の色で見分けるという方、こちらほら、ちらほらっていらっしゃいませんかね。こちら3番目、尻尾の形で見分けるんだよっていう方、この形が一番多いですかね。では正解の発表をしましょう。はい、どれですか。